タイトル、論点思考。ゼロ、目次。この動画から得られるもの。論点を考える。拾い出す。当たりをつける。全体像を確認。論点思考力を高めるために。まとめ。1、この動画から得られるもの。今回紹介する本は論点思考です。著者は早稲田大学ビジネススクール教授の内田和成さん。有名なボストンコンサルティンググループで長年コンサルタントとして活躍されていた方です。今回の動画は内田さんが提唱する論点思考という考え方を通して解くべき問題の見極め方を理解することがゴールです。どういうことかもう少し詳しく説明しますね。日頃からビジネスマンとして活躍されている皆さんは、日々問題解決のために奮闘されていることと思います。売上を伸ばすためにはどうしたらよいかや、生産性を向上させるためにはどうしたらよいかなど、実際に働いている環境によって問題は異なると思いますが、ビジネスでは常に問題解決を行っています。ここで一つ質問を投げかけてみたいと思います。あなたが解決しようとしている課題は、真に解決すべき問題なのでしょうか？そんなこと考える暇なんてない。上司から求められて仕方なくやっているなど、問題を深く考えずに解決しようとしていることって結構ありますよね。経営幹部で問題を考えて、どのようにオペレーションするかは現場が考えることが多いと思いますが、どんな立場であっても、解こうとしている問題が正しいのかを考えることは非常に重要なことです。前置きが長くなりましたが、問題解決をする前に解こうとしている問題が正しいのかを見極める力をこの動画を通して少しでも高められたらと思います。それでは早速行きましょう。2、論点を考える。論点思考のスタートは、まずは論点を考えることです。先ほども少し言いましたが、解こうとしている問題が正しいのかを確認するということから始まります。言い換えると、正しくない問題は解かないということです。なぜここから始まるかというと、ビジネスにおいてやらないことを決めるプロセスは非常に重要だからです。皆さんはこんな経験ありませんか？上司から結構な無理難題をオーダーされて、必死に答えようと頑張ってアウトプットした結果、全然成果に結びつかなかったこと。何も考えずに問題っぽいものを選んで解き始めたはいいものの、結果的に何がしたいのかよくわからなくなったこと。どちらも多くの方は経験したことがあると思います。このような状態になってしまう原因は、そもそも解くべき問題が間違っていることがほとんどです。正しく解くべき問題が設定されている、すなわち論点が設定されていると、多くの場合効果が伴います。もちろん問題を選ぶ際に効果が出るかを検証して設定しているので、効果が出るのは当然なんですが、言いたいことはきちんと問題を考えて選びましょうね、ということです。3、拾い出す。さて、論点を考える必要性について少しご理解いただけたと思いますので、続いては論点を拾い出すというステップに進みたいと思います。ここで重要な考え方は、事象そのものは論点にならないということです。言っている意味が少し難しいですね。本書に書かれている事例で言うと、例えば少子化問題というフレーズがあります。皆さんもよく耳にすると思いますが、問題となっているのは少子化という事象ではなく、少子化によってもたらされる別の問題です。少子化によって労働人口が減少し、GDP が低下してしまうこと。高齢者が多くなると、社会保障体制の維持が難しくなることなど、少子化の先にある問題が本来の問題です。事象だけを指して問題として設定してしまうと、何が論点なのかがはっきりせず、うまく議論が進みません。事象から、だから何が問題なんだろう、だからどのようにしたらよいのだろうという思考を働かせることで、
論点を拾い出すスキルが向上すると思いますので、参考にしてみてください。ここまでで論点を拾い出す感覚はなんとなくつかめましたか？本書の中にはさらに具体的な方法も記載されているので、気になる方は目を通してみてください。4. 当たりをつける。続いてのステップは、論点に当たりをつける、筋の良し悪しで絞り込むというステップです。先ほど拾い出した論点から、さらに問題となりそうなものを絞り込むステップに入っていきます。まずは、論点に当たりをつけるということ。この当たりとは、つまるところ、仮説思考のことです。例えば、商品の販売シェアを拡大したいというニーズのある会社で考えると、自社のシェアが弱い若年層の売り上げを伸ばすためには、SNS で話題になるような商品を販売すれば、他社からシェアを奪えるのではないかといったような仮説ですね。本来であれば、もう少し掘り下げなければならないと思いますが、このように仮説思考を深めて問題に当たりをつけていき、それに必要なエビデンスを集めていく動きをしていくことで論点が絞れてきます。具体的な方法については、代表的な手法で言うと芋づる式アプローチ、いわゆるなぜを5回繰り返してみるといったアプローチが本書でも紹介されていました。一つの事象から、その事象はなぜそうなっているのか、それはなぜか、さらにそれはなぜかといった具合に考えを深め、掘り下げていった結果、真の論点にたどり着くことができるという方法です。次に、筋の良し悪しで絞り込むという点ですが、筋の良し悪しは、これから紹介する3つの質問を通すといいそうです。まず1つ目は、その問題は解決できるのかということ。そもそも解決できない問題を解くことは無意味ですので、そんなことは考えないようにしましょう。2つ目は、解決できるとして実行できるのかということ。実際に当てられるリソースやスケジュールなどを勘案し、実現できるのかを考えることは論点を考える上でも非常に重要です。最後に3つ目、実行できたらどれだけ効果があるのかということ。必死に頑張って解決したとしても、期待できる効果が薄いと取り組む意味が薄れてきますよね。このように筋の良し悪しは3つの質問を通すとよりブラッシュアップできるようなので、ぜひ試してみてください。 5. 全体像を確認。ここまで来たらもう大丈夫と言いたいところですが、最後のステップでは全体像を確認し、論点を確定させるところまでやりきりましょう。最後のステップでは3つの観点から論点を構造化していくことが重要です。一つ目は、質問を投げかけて深掘りすることです。何が本当の問題なのかを認識合わせするようなイメージですね。二つ目は、依頼主の真意、意図、バックグラウンドを考えることです。人は立場や考えによって何がしたいかが変わります。問題を考える上で、解決すべき問題を抱えているクライアントは誰なのか、クライアントは何を考えているのか、バックグラウンドは何かなど、そこまで考えることでようやく問題を選定できるのです。3つ目は、引き出しを参照することです。これはイメージが難しいと思いますが、自分の経験してきたこと、得てきた知見を他のものに転用するという考えが分かりやすいと思います。別の案件や事例を蓄積し、それをまた別の案件に置き換えるような意識を持つことで、論点の全体像を考えるヒントにします。このステップを通して、ようやく構造化されていきます。余談ですが、この手の考え方が記載されている多くの書籍は、全体をまず構造化して、そこから問題点を見つけていくというのが一般的な流れです。しかし、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、今回は順番が異なります。これは冒頭やらないことを絞るといった観点から、このような手法を採用しているのです。6. 論点思考力を高めるために。ここまでで論点思考の解説は終わりですが、
この論点思考力を高めるためにどうしたらよいのかを最後に考えてみましょう。本書ではいろいろ紹介されているのですが、今回は一つだけ紹介します。本当の問題は何かと常に考える姿勢を持つことで、論点思考力は高まるということです。企業に勤めている場合、経営課題は大抵会社の上流で考え決定します。そしてその問題を自分が所属する部署でいかに解決していくかを考えることが多いと思います。しかしここでは、目の前の業務における課題を解決することだけを考えるなんてもったいないことはせず、上流工程から考えてみることをお勧めします。例えば社長から、これが会社の問題だから解決できるように動いてくれと言われたとしたら、その問題、課題は本当に解決すべき課題なのかを考えてみると良いでしょう。もちろん、別の問題解決が重要だからできませんと、面と向かって言うのは難しいと思いますが、このような考えを持って業務に取り組んでいると、自然と論点を考えられるようになっていきます。出されたオーダーに答えるだけではなく、なぜやるのか、他の選択肢はないのかなど、自分の立場から目線を上げて考えてみましょう。きっと自身の成長につながるはずです。7、まとめ。まとめますね。解くべき問題の見極め方を学ぶためには、いくつかステップが重要だとお話ししました。まず、問題を解決する前に、解いている問題は本当に正しいのかを考えるステップ。ビジネスにおいてやらないことを考えることは非常に重要ですし、論点を誤ると効果を出すことが難しくなるためです。次は、論点を拾い出すというステップで、事象そのものは論点にはならず、だから何が問題なのか、だからどうすればよいのかと考えることをお伝えしました。次は、論点に当たりをつけるというステップ。当たりをつけるとは、要するに仮説を設定することで、仮説設定を深掘りすることで論点を見つけることができるということでした。また、筋の良し悪しで絞り込むことも重要で、その問題は解決できるのか、解決できるとして実行できるのか、実行できたとして効果が出るのかの3つの質問をすると良いとお話ししてきました。そして最後は、全体像を把握し、論点を構造化することで確かな論点として設定できるというストーリーで本日お話をしてきました。論点思考力を高めるために、本当の問題は何なのかと常に考える姿勢も重要なので覚えておいてください。いかがでしたでしょうか。この動画を通して少しでも解くべき問題を見極められる人が増えてくれると嬉しいです。お付き合いありがとうございました。それでは。本からの学びチャンネルでは、すべての動画に関して出版社に著作物使用許可をいただいて解説しております。これからも本から学んだことをわかりやすく伝えていきますので、もっと学んでいきたいと思った人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。